ごちそうさまです、終わっちゃいますね、もうすぐね。まだまだですよ。いやいや、最終回、次ですよ。最終回はね、そうなんですよ。まだまだってことは、何がまだまだやねこのドラマに関わることで、終わりやろ、もう。まあ、最終回をね、終わりとしますよ、はい、そうしますその上で話しますけど、そうすると、ちょっとラストのね、話をね、していきたいなと思うんですけど。 ラスト、うん、ラストどうなるかという予想というかさ、かおこれはまた珍しい結構するんじゃないですかね。ラスト、まあ、それ最終回という意味ではなくはい、はい、最終回の。という意味ではないですよね。ラストシーンという意味ですかあラストシーンという意味ではないですかね。まあ、最終回、うん、最終回どんな最終回を迎えるかというか、うんはい、ラストシーンですか。うん、いやわかんないです僕はちょっと今

話ししまょううよはいどぞ星崎が犯人っていうことはほぼほぼ確定というかさ落とした犯人ね落とした犯人一週目で落としたそうあの人っていうのを感づいてるっていうことリナが感づいてるっていうことは多少ねこれまでで不利があったことってめっちゃそれがストレートだけどもストレートやけどもうそれストレートで最後は来るだろうって思うですよねだからリナがね今まで多少関わってきた人物じゃないと変やっていうところも ありますし、うん、まあそれがね星崎以外っていうまあ分からんよでもあの監視カメラにもしかしたら、うん、オス練習してる森海がめっちゃ映ってたかもしらんけどまあまあそれうんそうだねだから分からんけどまあすげえ窓際で押す練習してる森海が映ってたら、うん、あの人だって言っちゃうと思う森海にその度胸はないと思うけどねそうです あのするかもしれんけどいやいやまあ度胸はあるかなと思いますけどね、まあ、練習してて、ねうん、結局最後ベンチ入れなかった男ですから、うん、それ度胸じゃないでしょそれ関係ないですそれ実力ですねししそれ度胸で入っていったら絶対ダメなやつになりますから、はい、<laughs> 監督 <laughs> 実力当たらないが <laughs> ベンチには入れてもらう <laughs> それちょっと何やってんだ森海ベンチに入ってんだ <laughs> 度胸でな <laughs> っていうのはちょっとおかしいですからねまあ度胸ではないですねでも押すのは度胸かもしれない押すのは度胸なのかなまあまあそれでいうとやっぱりまあ星崎が度胸もありそうやしっていうところはあるじゃないちょっとねそうですね星崎はね結構感情がね薄めの人間というかっていうとこだけは描かれてますよねうんそうなんかなというようなまあナレーションで星崎界のナレーションでっていうまああんまりこう退屈やというところであったりちょっとなん。 いいまちみたいなねうん、うん、日常を過ごしてるっていうところですからでもこのドラマってめちゃくちゃこうん、はい、やろうな感情がすごく深い深いところでこう描かれる時があるじゃないですか、うん、まあ逆<く>そうなんじゃないですかで、えーとまあ、この人はこういうふうなんか抱えてたんやみたいなのが言われたらもうしっかりわかるというかさで 結構その退屈やからやったっていう人の感情を描くのってなんかあの大変かなっていう気もするんですけど共感できるようなっていうのがおかしい人としてね共感できない方で描くのはねあのこれまでもそのそういうものは見たことある気はしますけどそうですよね退屈の方にがっつり共感して泣かすまでいくとねすごい作業すごいなと思いますそうですよねでもこれだから泣けるまでいくとしたらまあ星崎がまあ割と感その感情のトロする時とかに共感できるようになる かなってていう気はしてるんですけどまあでもあのもう星崎自体が結構だから変わってるというかすでにえともう2話とか3話とかで出てた星崎界のナレーションの感じの人間とはもう変わってきてるのかなというふうには思ってて現在に現在結構変わってるのかなと思っててあとまあ一つねえと星崎の感情として結構確定してる確定じゃないな確定はしてないですけどえと星崎がえと2目っと二週目 っていうこれも前提なんですけど2週目,すか 2> 2週目な星崎がまあえと1週目ではないという人間のまあ前提ではあるんですけど今ねえっと星崎はまあ楽しいという感情はまあ確定で生まれていると,でえっと楽しいという感情とと,ともにえっと今恐怖心がえとすごいんじゃないかなと思ってて鵜久森が運命で亡くなったっていうことが分かったじゃないですか。 鵜久森はいいろろ今回、人生変わった上で運命で亡くなっていると、はいうん、星崎もえとまあそうやった2周目やった場合にまあそうなる運命っていうことになるじゃないですか。そうだね楽しいっていう、リ奈を見ててね、九条、うん、ナ奈を見てて楽しみがある人生になった上でのえであ死へのえと恐怖心っていうのは結構生まれるもんじゃないかなと思ってて、うんうん、だからえとそこで言うと、その恐怖心がある。 恐怖心をあるということで前回とは全然違うはずというか退屈で例えば詩を選ぶみたいなことをやった場合にそれとは全く違う人間にはなってるかなと思うんですよそのあたりの感情のトロで結構その共感性が生まれそうな感じというかそういう気はしてるんですよ今でいうとだからラストは星崎に感情移入ができるように描かれるのかなというふうにそのあたりのことを言われて。 その場合は、リナのがっていうのは、ちょっと免れないですかね、それでも、李奈、九条、李の運命は変わらないですかね、それ前、話したと思うんですけど、その場合、だから、星崎が先に行っちゃえばっていうのはあるんかなと思ってるんですけどね、前回動画で、前回動画で話しましたけど、絶対死ぬ順番としては、鵜久森、九条、星崎の順で亡くなってっていうことやと思うんで。 1週目で亡くなった場合っていうのは全員が2週目やった場合ね。でそれを鵜久森星崎九条にすることで運命は変わってるっていう運命は変えれるっていうことですかねだからまあだから僕が思うラストは前回からの続きではありますけどその星崎が九条を守るためにみたいなことなのかなというふうにちょっとああなるほどねというような順番変えたら かわるんじゃねえか説でいくんじゃねえかみたいなところを予想をしてるというか九条が助かるっていうエンドを考えてはいるんですけどそれがね順番変わったら運命変わるじゃないが確定かはわからないけどいや全然確定じゃないですけどねその可能性があるんじゃないかっていう星崎のその可能性があるんじゃないかっていうまあ星崎の感情を取るそれに共感はできるはずというところと苦情リナ は助かる保守先がその可能性を見いだすということですね。保守先が可能性を見出した上で、苦情が助かるっていうことがあるのかなというふうには思ってますかね、今でも。保、う、守、んうん、もそれは確定でやってるわけじゃないっていうね、行動的にはね、そう,ねそうかもしれないからっていう、そうやね、えっと、何もかも分かってるやつやったら変すぎるからね、あうん、まあまあそうやけどそ、そうですね。 っていだからえっと星先に心動くとしたらそこぐらいまでやらんとっていうような星先というふうには思ってて。というのはちょっと思うところですかね。いうのはちょっと思うところですかね。1回目の罪をさとか1回目の人生の終わり方というものを1周目のねそれが運命で変えれないっていう。 設定がこのドラマ上というか、はい、この世界にあるのだとすると、はい、やっぱ一回目のところが。僕は結構引っかかってて、うん、はい、だというのもこの間もちょっと。 あの動画直後の動画でも話しましたけど西野がさ一回目は何も加害的なことはいじめてたっていうことはあるけど直接的なこううななんだろ罪に問われるような行動はしてないわけじゃないですか鵜久に対してただ鵜久森はその日にそういうことになるという運命は決まっててそこに巻き込まれた形なんじゃないかと西野の感情からするとっていうのでちょっと西野もくっそみたいな一瞬目返せっていう。 感情になってもおかしくないんじゃないっていう話をしたと思うんですけどそれと同じくしてさ、ああこの九条里奈の方も、はい、もしこれで、えー、と理奈が違う形で、うん、その運同じ運命をたどってしまった場合それは結局今回例えば星崎前回の犯人が星崎だとして、うん、今回星崎はもう心入れ替えて、うん、手を下せなくても。うん 結局同じ運命を九条に段かたどってしまったら、じゃあ一回目でお前押したからやんって話になるやんか、だから結局そこの罪は消えないよねって、今回の2周目の星崎は関係ないけどさ、でも、星崎も2周してるんやったら、余計にそこに意味あるやろし、お前1周目でやったよな、許さんぞって話やし、2周してない場合は、今の星崎はええっていう感じやろうけど、そうやな、2周してない場合って星崎、いや、星崎は黒幕やった場合そうやね。 うん、まあでも黒幕は確かに僕も星崎な気はちまあ、僕はというか割と皆さんそう思ってる人が多いと思うんですけど、はいうん、逆に他の人やったらなかなかどうするんやろうなっていう感じですよね。そうですね、うん、まあ今まで本当に描いてきてないキャラクターも描いキャラ、まあ、ちょっと描かれてるけどぐらいの人ってやった場合に、うん、そ,のそこにねえー、っと 結構入り込んでが聞けない気はするんですけどねあと、開始をしっかりしてきてるドラマやと思うんですよ、特にずっと振ってたのは相良と西野、この二人はさ、ずっと悪いやつっていう形で振られてて、それに感情移入できるような、それぞれが主人公の会があって、っていうので、そういうところを解消していく、いろんな人は見え方あるけど、こういうこの世代の子ら、特にね。人ななんだろう 悪いいと、うん、えと人をくくりはできないと、うん、そいつらにそいつらにちゃんとした事情があるんだぞってことが描かれてきたドラマやといすそういう意味では星崎はそこの振りがあって、うん、割と心が通ってないようなやつでちょっとその最高パス的な要素が見受けられるとうん、うん、いうような気もするんですけど、うん、まあそう捉える人が多いじゃないですか。はいはい その中でこの人が実際どういう感情を抱えててとところを最終描くっていうところが割と振られてるような気がするからじゃあ、星座機械になるような気は僕もしてて、最終回。そうなると黒幕っていうのが一番黒幕っていうか押した人がこの人であることがまあ自然かまあこの人がどちらか関わってることが自然かなとは思うんですが最後の1個にね。 だからまあそれはそうとして、うん、えとちょっとまあその、まあ、今の考察もちょっとメタじゃないですか、うん、メタというか、流れから踏んでるというか、はいはい、そういう流れから踏んで、もう一個気になってるのが、うん、あの松下洸平さんが、まあ、九条連なんですけど、やっぱり九条連が、うん、えと最後、このまま終わるってことが、うん、あのどうしても考えにくいなと思って、うんはいはい、松下洸平って言ったから、めちゃくちゃメタ感出たな。 そうなんですよ、はい、今ちょっと、はい、あの入り方間違えたねメタやって言って松下洸平って言ったからすさ <laughs> まじくメタ,メタの印をどんだけ押したいんだっていう <laughs> そうやねがっちり反抗したなというのもねはい、はい、吉田洋がね反抗360度回しだした <laughs> えついてないところついてないとこないように個の価値なくなるからね360度回しだかい。ただの赤い赤丸になってますねお母さんがさお母んねあれも結局でかいなとこれこそ本当にメタですけどなんで吉田陽さんがあの役をやってんねんっていうところが今回のところではっきりしたというかやっぱりあえて まあ独白したりとか何かしらその役としてさ見せどころの強いものっていうのがそこで、えー、とはまってくるというかさまあ生徒に対してどう対応するのかっていうところですよね、ねうん、娘を悲しい思いさせたっていう人、ねうんはいまあ、すごく難しいその感情だと思うしはい、はい、でその中で感情 まあ移入というよりはあなるほどなと思わすようなところがすごくある役やと思うんですよね。だからこその意味があって、あれを見たときに一番やっぱ思ったんですよね、やっぱりそれ九条蓮にも一個そのシーンが絶対にあるんじゃないかと、松下洸平さんにあの役を持っていくときに見せ場というか、だからおねあのこの人にっていうところが強い、今やっぱりちょっとよくわからないんで。この 優しいけどね優しいかっこいいけどね癒されるよ癒されるよでまあえっと役所ころ的にその出番が少ないっていうところは他のお仕事だったから兼ね合いとかも含めてまあそれで逆に受けた可能性もあるじゃないですか受けたというかいろんなことはそれは関わってくると思うしだからそういうそんなところのメタを言いたいんじゃなくて要は松下洸平さん九条蓮がこんだけ重要なキャラとして最後に「 あの絶対に何か話すことがあるんじゃないかってことがどうしてもあの考えてて考えるというか思うんですねはい、はい、だそうなるとじゃあ何をえと抱えてる人なんだっていうことを考えた時にえときに一番こう引っかかってるのが離婚なんですよね、やっぱりどうしても。 で離婚した理由っていうのが、言ってはいるんですけど、話してるし、そうですね、なんかめちゃくちゃ、確かにそうかもしれないなっていう、妙にリアルな気はしましたよね。気はしたんですけど、なんだろうな、それも含めて、すごく大きい何かを抱えてるところが、他に見当たらないというか、本当にリナに寄り添う優しい人、そうなると、余計に何かこう、 告白するでえっ、ー、とそ,その中で唯一考えられるというか、はい、僕がですよ、はい、考えやすかったのは、はい、やっぱりリナを守るというところで生きてる人な気はしてて、はいはい、でそのリナを守るっていう形がどういう形なのかなと思ってたんですけど、はい、まあこれもやっぱりまた SF の設定に戻すのはあの忍びないですけど九条蓮こそが2週目やと。っていうことで。 リナをどうしても死なせたくないという行動をしてるっていうのであれば最終回どうしてもどうあがいても守ると命に変えてもというところで生きている人なんかなとちょっと思うんですよね。であれば自分がどういう思いでこの1週目2週目例えば1週目これ一つ共通してるのは。 人によっての1周目、2周目の世界線がばらばらになるんではなくて、全員同じ1周目、鵜久森と九条里ナの例だけですけど、同じ1周目、同じ2周目を生きていると、片方が1周目、片方が2周目みたいなずれはないじゃないですか、そうですね2周目の場合う。だから九条蓮も同じ1周目、じゃあ離婚しましたと、じゃああの後に、本当の1周目で言うと、九条蓮は離婚してて、里ナと疎遠になってる段階で、里ナの死を知ることになると思うんですよね、1周目は。 そうなった時にいろいろと後悔であったりとかなんでなん、なんでなんみたいなことはあるわけじゃないですか、1周目のあの終わりで、例えばそれ押したのは星崎だとして、すい星崎が捕まってればいいけど、さ捕まってなければ余計にそこに対してまあ独自に調べることもあったかもしれないし、そうなった時に、じゃあそこから人生、長く続いていった時に、九条連と,えと例えば星崎がまあ何かしらこうバッティングするような、黒幕が星崎だとして、するようなことがあったりとか。 じゃ、一緒に、はいはい、えっと、差し違えた可能性もあるやろと。一週目で。一週目で。はい,はい、はい。 だからまあ星崎も戻ってきてるので、はいはい、もしくは星崎は僕、戻ってきてない可能性もあるなと思ってて、2周目じゃない可能性も。うんうん、じゃあ、九条蓮はそこに気づいたのか気づいないのかわからないけど、その後まあ何かでえっと命をっていうことがあって、うん、じゃあその時にまに同じ日の始業の、うん、式の日に戻ったとして、じゃあ、今度こそっていうのはめちゃくちゃ強いわけじゃないですか、九条蓮として。でも、それが何かわからないからこそ、ほんまに慎重に彼は行動する必要があって、絶対九条里奈を守らなきゃいけないから、うん。うん だから本当に自分が2周目だってことも言わずに黒幕と今度こそ黒幕が誰なのか分かろうとしたのか何か水面下で動いてたっていうことであれば文化祭の時に来ていたこととかいろんなことが分かってくるのかなと当時の動きとかがあとあと最終回で自分の独白とともにばれていくとすごく。 松下洸平があることが。九条連で、えっと、最後締めくくる感じがありますね。すごくはい、はい、あの、意味のあることになるのかなと、個人的には思ってるんですけどね。どね、はい、松下洸平さんって歌も出してるよね。<laughs> いや、歌では最後やらない、最その、水なにかのパターンもあるかもしれないね。<laughs> 歌、歌って終わるという。<laughs> いやミズタミカはさこの世界の中でもあの歌手なんですアーティストなんですけどはい確かにね全然公平違うからねそうかな会社員ですから仕事はねえっとまあまあそうそうですよねプログラミングの感じの人ですねなんかそんな感じでしたっけそうですねあった気はしますね歌好きの歌好きとは書いてないですけどねで歌いかもしれないまあかもしれないですけどそれで終わるっていう答えあるんですかねあるかもしれない あだから九条蓮がでも2週目やとしてもあと1人やろうなって感じはするんですけどね、犯人が救うために来た人かっていう、なるほどねだからあなたが言った九条蓮が救うために来たのならばっていうのが分かりますし、そういう終わり方というか、最後に九条蓮の何か見せ場みたいなところは、もうこれはあると。 っ鵜久森のお母さんで思ってしまったんで、雑炊ですけど、あるな、これはと、やっぱりいる理由あるよね、ちゃんとって、いう。そりゃウルだよねって、ちょっと思ってしまったんで、なるそうやな、鵜久森のお母さんなんかは相関図にも載ってないからね、吉さんそうだね。でもやっぱりそこはね、任すというところで考えると、めっちゃわかるしっていうところですよね。 まあ最後何か見せ場、まあそれじゃなくても、何か見せ場があるかもしれんしっていうのもあるしね。だその見せ場が、ちょっとそれ以外ちょっと思い浮かばなかったんで。なるほど。何ここにあんのかなとあればね、はいはい、ちょっとあの教えてほしいですけど。九条連の見せ場、を考えるコメントもいいですね。そうですね。いただければ、はい。一応皆さんのね、ラスト予想というか。あ、そうですね。はい。はい。こうなるんじゃないかっていうラスト予想をね、教えていただければ。嬉しいですよ。そうですね。はい。はい。 まあ、楽しみですね。本当に。そうやな。楽しみです、ね。うん、まあ、そこはね、うん、当たるかどうかとかいうのはね。はい、あの、実際のところ、その当てるかどうかが大事ではないですか。はい,はい、はい、そういうかん、うん、まあ、楽しみ方を考えてい。うん ってっていうのは、一個自分がこう、描いた考えがある中で見ていくのは楽しかったりします。そうですね、まあ今ある材料でね、えっとこうじゃないかみたいな、こととか、まあ、メタも含めて話すのも楽しいですよ。いや、そこは楽しいですよ。ねその上で別に当たらなくても全然嬉しいですから。そうですね、逆にと当たっても別に嬉しいわけでもない。はい、そうですね、何があっても結局嬉しいんですよ。いや、そんなことない、面白くなかったら嬉しくない。そうですか。はい、面白くなくても嬉しい。嬉しいの、面白くない、嬉しい。って 楽しいね。笑顔ですよ。ということでね、最終回ね、やでま星崎の独白の方が楽しみなけどね。いやでうやね。だから、星崎のこの感情のない人の感じで、おかしく描くのは、分まあ今までの、今まで見たことあるんで、感情移入できない描き方はね。で、おかしいな、こいつっていう、黒幕はやっぱおかしいなみたいな。ただ、これ、このドラマは、心ある感じで描くのがめっちゃ多いから。 だから、星崎のんが、ね、えっと、うん、めちゃ独白の部分が、うん、本当に結構楽しみな。かだなとは思ってますね。うんうん、そうですよね。はい。うん、いやー、ちょっとね。まあ、心してみたいと思いますよ。そうですね。うん。うん、心してみましょう。 相良界で泣くとは思わんかったからそうですね相良で理由許さんぞ共感するとこまでいくと思わんかったからな相良のおじさんからなって思ってたからそうやなちょっと泣くとは思わなかったですけど薄崎いけすかねえぞっていう感覚からね大好きってなるかもしれないなるかもしれないからねちょっとねわからんもんですよね分からんもんですホンに描き方次第っていうことはねわかりましたよねそそうですねれは本当にい いましたね、現実世界で、はい、この高校生の時に。 あいつクソだな信じられへんわと思ってた同級生もね実はいろんなことを抱えてて抱きしめたくなるんだろう要素もあったのかなってちょっと今思いますよねあるかもしれない抱きしめたくなる要素あったのかもしれないね結構みんな抱きしめたくなる要素あるもんなこれそうなんですよそうやな本当にもあったしねえなめちゃくちゃあるよねそれこそ浜岡はねまだ描かれてないけど浜岡あるから抱きしめたくなる要素浜岡はさすがになさすがに 浜岡はなくてもいいみたいな、ちょっとあるようなフリー浜岡みたいなところがありません。浜岡はマージャン強いじゃないですか。強くなるまでを道中には泣ける物語ありそうじゃないですか。しかも浜岡はお金を受け取ってないからね、新しいかもって言いながら。 お金は受け取ってないからねあの麻雀でそのシーンはなかったから、ね、<laughs> まあそうですね麻雀ではね <laughs>、はいうん、西野からはっていうのはでもそれも受け取ってるシーンないからねそうですよ、はい、だから、うん、その代わり牛丼代も払ってなかったけどね <laughs> そうですね、うん <laughs> まあ、はい 手にしたことないかもしらんか。<laughs> <まあ S 1> <laughs> もしかしたらね。はい、うまくいくといいけどね。うまくいくといいね。ちょっと浜岡のこともね。応援して見ていきたいと思いますよ。はい、このチャンネルではで、ね、はいということで、またまた楽しみに最終回見ていきましょう。はい、はい、ごちそうさまでした。